こんにちは。今日はちょっと趣旨を変えてカリスマ性に関するお話をしていきます。普段ね、心理学とかそれからストレスとかコーチングとかの話をしていくんですけど、ここに来てカリスマ性ということで、まあ、ちょっとこれはある種心理学とかコーチングに相通するところがあって、カリスマの人たちが身につけている会話力のトレーニング、その方法ですね、お話をしていこうというふうに思います。まあ、対してカリスマは誰にでもなれるっていうことなんですけれども、まあ、そんなところでお話をねしていこうと思います。まあ、カリスマっていうとなんか特別な才能があるとか、まあ、それからなんかオーラをまとってるみたいな、一部の選ばれた人間にしかなれないってね、まあ、パッとカリスマって言われた時に男で思いつくのはガクトさんだったりとか、女性だったら安室奈美恵さんとかなんですかね。まあ、あとはちょっと前の時代に行くと山口百恵さんとかもなんかもうカリスマって感じがしますよね。まあ、そんなところで、そういう人たちがどういった会話力を持っているのかっていうのを、今日は6個ご用意をしましたので、それを紹介していこうと思います。結構ボリューミーなあの内容になりますんで、ただ全部を身につけるっていう必要はなくて、あいつも言うように複数のものがある時にはどれが自分に合うのかな、どれが自分だったら身につけられるのかなっていう視点でぜひ考えてみていただけたらと思います。まず今日は6個っていうのをまず紹介して、そのそれぞれの中身に入っていこうと思います。まず1つ目が喋り方に注意をする。2つ目に感謝の心を鍛える。3つ目共感力を鍛える。4つ目自己共感力を鍛える。そして5つ目傾聴力を鍛える。そして6つ目これ面白いですよ、ゴリラの真似をする。ではブラウザバックを押さないでくださいね。これで聞いてくださいね。ゴリラの真似をするまでちゃんと入ってるんで、しっかりと話聞いていただけたらと思います。ということで、まあ、その6つをですね、今から中身紹介をしていこうというふうに思います。まず1つ目が喋り方に注意をするというところなんですけれども、まあ、よく説得力が高いとか、こう落ち着いた風に聞こえるっていうのはやっぱり声が低いっていうのがキーポイントになってきて、特に女性じゃなくてこれ男性の話なんですけど、男性だったら声が低い男ほどやっぱりモテる。これはなぜかっていうと、その男らしさっていうのを感じやすいからなんですよね。僕は普段高めの声で喋ってるんですけど、普段はもっと低い声で喋ったりしてるんですけど、別にだからモテるっていうふうに俺は当てはまらないのかな。まあ、それはいいとして、僕の個人の話はどうでもいいとして、まあ声が低い人ほど給料が高くなるとかモテるとかいろいろ言われたりしてるんですけれども、他にも声の中で重要なポイントっていうのが、喋り方の中でいろいろ重要ポイントがあるんで、喋り方には注意しましょうということです。でこれ大きく4つあって、まず1つ目がゆっくり話すと。うん、だから僕みたいなやつは真逆なわけなんですね。カリスマからほど遠いっていうわけなんですよ。だから今から紹介する4つですね、なんかにはガクトさんを思い浮かべながら聞いてもらえるといいんですけど、ガクトさんゆっくり話しますよね。できるだけスローペースで相手がこう分かりやすい、理解しやすいようなトーンで喋ってくれますよね。ああいう喋り方が大事なんですよと。それから休止、間を入れるっていうことですね。ガクトさん1回話すと、でこう1秒とか2秒とかの間が生まれるじゃないですか。ああいうのもカリスマ性を高める話し方のポイントの一つになるんですよ。 なぜかというとこううんってこう自分の中で噛み砕いているように相手に見せることによって、より自信があって説得力が増すと、自信があるように見えて説得力が増すというようなところなんですよね。それからイントネーションを下げると、文章の語尾を下げるように話すと、なんか力強く喋っているような印象があると、だからより自信が見えますっていうことなんですね。それから呼吸を深くすると、で口ではなくて鼻で深く呼吸をしながら会話をするっていうことを心がけると。だからガクトさんはご自身が喋っている時以外っていうのはこうやってこう喋らないじゃないですか。こうやってなんだよねってこう鼻で呼吸してるんですね。口から吐くと相手に不安で余裕がない印象を与えてしまうんですけど、口を閉じてるとしっかりした相手だっていう風に見られる印象になりますんで、鼻で呼吸をすると、呼吸を深くする、そのために鼻でしっかりと息を吸いましょうということです。だからゆっくり話すこと、間を入れること、イントネーションを下げること、ゆっくり呼吸をすること、これが大事なポイントですよっていうことです。それから2つ目に感謝の心を鍛えるっていうことなんですが、人間の幸福度を高める基本的な要素ではあるんですけれども、感謝っていうのはカリスマ性を
を鍛えるのにも重要なポイントだっていうことが言われてます。で、ポジティブ心理学の世界なんかでは1日の終わりに今日あった出来事に感謝できることを3つ書きましょうみたいなことを日記に書きましょうとかって言われたりしてるんですけど、僕なんかがおすすめしてるのは1日、起きた出来事の中で感謝できることを毎日5つ書いてみましょうと。それは別に寝る前に限らずなんですけど、書いていきましょうということで、これをやっていくと1ヶ月で今まで見えなかったことに対しての視野が広がったりとか、感謝するようなことじゃないなと思ったのが感謝できるようになったみたいな新しい発見があったっていうのをコーチングのクライアント生なんかでこう実感していただいているところでありますので、ぜひそれも皆さんの方で実践していただけたらなというふうに思います。で、感謝をしておくと今の自分の感情とか何を感じているのかとか、体の感覚ですよねとか、それから周りの環境、周りの目線とか周囲の雰囲気とかっていうのに注意深く観察ができるようになるんですよ。だから何でもいいから感謝するっていうことを実践していくと、自分への気配り、相手に対しての気配りっていうのがすることができるようになって、やっぱりリーダーとしてのこう目指す像っていうのが生まれてきて、あの人は素晴らしいなって思ってもらいやすくなるという、そんなところなんですね。で、別にじゃあ感謝することって何って言ったら、ものすごく深いことを考えられる方もいるんですけど、そんなのは一切必要なくって、もう今日は一日天気がいいなとか体の調子がいいことに感謝とか、そういうレベルでいいんですよ。では靴がすんなり履けたことに感謝とか、そんなレベルでいいんで、1日5つ感謝を日記に書くっていう習慣はぜひ身につけてやってみてください。それから、3つ目に共感力を鍛える。これは対相手に対してです。相手に共感ができると、やっぱり自然と自分の態度から硬さが取れて、なぜかっていうと相手が自分だと思って、自分と相手を切り離して考えてしまうと、所詮他人は他人だしってなって、こうなんかよそよそしい雰囲気になってしまうんですけど、相手のことを分かろうと理解しようというふうに思うことによって、自分がもし相手だったらどうするんだろうって自然な動きに変わっていくわけなんですよね。だから硬さが取れるということです。で、会話の中で相手に対しての共感を育むためには、次の3ステップが大事ですよっていうお話があります。まず1つ目が会話相手の過去を想像してみましょうということです。どんな環境で育ったのかなとか、どんな子供時代だったのかなとか、家族はどんな人たちだったんだろうかっていうことをできるだけ具体的にイメージをしてみると、だから、まあ、その過去のその人の取り巻く環境全体を思い浮かべてみるっていうことが大事です。それから2つ目に、その人の現在を想像してみましょうと。相手の立場に立ってみて、今その人っていうのが何を考えていて、どんな行動をしてみて、これから何をしようと考えているのかなっていうことをリアルにイメージをしてみるっていうことなんですよね。だから過去から現在をつなげてみるっていうことなんですよ。そして最後に、過去を過ごしてきた、そして今の行動をとっている相手に対して、自分がどんな称賛の言葉をかけようかなと、要は褒めようかなと、いやそんな過去を過ごしてこられたんですね、素晴らしいですねとか、今そんなことを考えているんです、うわ僕にはもう想像つきませんわっていうふうに、どんな言葉を投げかけて相手を褒めるかっていうことを考えてみると、でプラスどんな言葉をその相手が受け取ったら喜んでくれるかっていうことまで加味しながらいけるとパーフェクトっていう感じです。共感力を鍛えるっていうことですね。そして4つ目に、自己共感力を鍛えると。相手に対しての共感力は当然ありますと、それがカリスマの条件だということは言われているんですが、自分に対しての共感力もない人っていうのは、相手のことだけ考えて自分にばっかり批判してたら、そりゃ卑屈なムードが漂っちゃいますからね。いや自分なんてまだまだですとか、いや何々さんに比べたら自分なんてもクソみたいなもんですとかって言っちゃったら、いやそんなこと言ってもって相手もやっぱりね、まあまあ落ち着きよってなっちゃいますから、そうならないために、自分に対しての共感力も高めていきましょうと。で、自分の共感力を高めるための方法としては、自分のためにやっている気遣いは一体何なんだろうかっていうことを10個とか15個とか書き出してみましょうということなんですよ。自分への気遣いって何って、例えば運動するとかね、健康のために、自分の健康の維持のためにやるとか、1日3杯のコーヒーを飲むとか、健康食品を食べるとか、1日8時間の睡眠をしっかりと取るとかって、自分の健康とか幸福度とか、それから将来のためにやっていることとかっていう、投資していることとかっていうのを思い浮かべてみたときに、自分のためにやっていることは一体何なのかっていうことを、リストアップしてみるということです。それが自分に対しての共感力を鍛えるものになります。だから何気なくやっているものが、実は自分にとってなくてはならない行動だったりとか考え方だったりとかっていうことがありますんで、そういうことを、改めてリストアップしてみて、ふむふむ、なるほど、自分のためにこれだけ自分をちゃんとやってるんだっていうことを気づくっていう、そんな作業になります。
そして5つ目、傾聴力。これは、この動画のちょっと前くらいに FBI の共感力に関する、FBI の5段階モデルっていうのを僕話をしてますんで、詳細に関してはそちらを見ていただきたいんですけれども、手っ取り早く共感力を鍛えるためにはたった2つです。まず1つ目が意識的に相手の話を遮らないで最後までトークを聞くっていうこと。それから2つ目に相手が話し切った後にすぐに、へえそうなんだすごいねっていうふうに返してしまうんではなくて、1秒2秒間を持ってそうなんだねっていう深い相槌を打ってあげるっていうことが大事ですよということですね。つまり相手の話を理解しましたよっていうことをどれだけ相手に伝えることができるかっていうことが大事になりますので、遮らないということと、それから間を持って相槌を打つ、これが大事になってきます。詳細は FBI のこの動画を見てください。それから最後6つ目、ゴリラの真似をするね、ゴリラの真似をするということなんですけれども、残念ながらこれはないみたいですね。ドラミングはないみたいなんですけど、まあ、面接とか会議なんかの時に自信に満ちた印象を与えたいという時に使えるテクニックになります。要はゴリラの一つ一つのアクションってなんか大きかったりするじゃないですか。こう顔も左右に揺らしたりとか、もドラミングもありますし、こうなんかガーってこう両手を上に突き上げたりとかするので、主に8つあって、まずは1つは衣服を緩めてリラックスすると。今ね、僕も会社ではネクタイなんか締めてるんですけど、今はもう撮影なんでね、もうネクタイゆるゆるにしてるんですけど、まあ、緩めにない衣服を着てリラックスをするということ、まあ、これは自分のリラックスのところですね。それから2つ目、立ち上がって体を左右に揺らすと。なんかゴリラなんかでもこう4つ足踏んでこうやってこうゆら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 してるじゃないですか。あれもなんか結構人間から見たら結構怖いですよね。いつ襲いかかってくるのか分かんないみたいな。でも自分がやったりすると結構自信が持ってたりするんですよね。それから3つ目に両足を大きく広げると。地面に、ね、足をバーンとつけて堂々と立つ姿を撮ってると自信がついてくると。それから4つ目に両腕を思いっきり左右に伸ばすと、ね、これジェスチャーなんかで言うところね、もうすぐ壁なんで全然広げられないんですけど、まあそれはいいと。それからもう一つは両手を思いっきり天井に伸ばすと、ふーって伸びると体が気持ちよかったりしますよね。この気持ちよさっていうのがまた自信を身につけてくれるということです。それから6つ目に胸を大きく前に突き出すと、ね、胸を張るってね、もう春日さんなんかそうですよね。オードリーの春日さんなんかまさにこう、あの人も自信があるからこうやってね、あの人もある種カリスマなのかもしれないんですけど、まあ、それはいいとして、それから肩を前後にぐるぐる回すっていうことですよね、うん。そして最後に、自分が軍人になったイメージで偉そうな態度で腰に手を回す。だから腰にこうね、横に手を当てたりとか後ろで手を組んだりとかして、で3つ目の両足を大きく広げて立つっていうのを組み合わせてやってみると自分自身がついているように見えるという、そんなところですね。だからゴリラの真似をするってアホみたいに思えるかもしれないんですけど、自信ありげな姿勢っていうのを取ることによって周囲から見たら、あの人すごくないっていうふうにカリスマ性があるように見えるという、そんなところです。ということで改めて言っていくと、1つ目が喋り方に注意をしましょう。2つ目に感謝の心を鍛えましょう。3つ目共感力を鍛えましょう。4つ目自己共感力を鍛えましょう。5つ目傾聴力を鍛えましょう。そして6つ目ゴリラの真似をする。なんかどっかで聞いた話ですね。はい、ということで、ね、どっかで聞いたやり方ですね。ということで、ぜひですねこの6つを実践してカリスマ力を身につけて、やっぱりあなた頼れる人だな、すごいそうな人だなっていう風に思ってもらえるようにして、ぜひですね周りのハートキャッチプリキュアしてみてください。ということで本日の動画以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。